はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、太陽たくまです。さあ本日なんですが、診断で急に実装されましたアルカナフォース15ザ・デビルというモンスターご存知でしょうか。このモンスターはですね、何をするかっていうと、まあ、イラスト激キモとして有名なんですけども、手札からぶん投げると、デッキ墓地から光の結界を手札に加えるという激ヤバ効果を持ってます。これ光の結界フィールド魔法、これを手札に加えることができるっていうことはどういうことかというと、ザワールドの表の効果確定するんですね。あれからモンスター21ザワールドというモンスター、これはまあ何回もこすりにこすりまくってるんで、このモンスターの効果はよくご存知かなと思うんですが、私のチャンネル動画をいつも見てくださってる方であれば、表自分のエンドフェーズに自分のフィールドのモンスター2体墓地を送って次の相手のターンをスキップすると、まあこのモンスターのせいでアルカナフォース全然新規来ないと言われていたんですが、ザ・デビル君なんか謎に来まして、でこれで光の結界サーチして相手のターンを完全にスキップする最強コンボ、これを今日は皆さんにまたお見舞いしていこうと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ、いやデュエルではない、蹂躙スタンバイ。なんかハンド強そうに見えて、ちょっと手札コストがあれだな、これ。まあ栄光するしかないか、これコスト何切ればいいの問題すごこれするしかねえな。で王の棺持ってくる、ドロー、あー来た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 、アルカナフォース15ザ・デビルの効果、デッキから光の結界を手札に加えさせてもらうぜ。光の結界ってなるやつな。そして、王の棺を発動、さらに王の棺の効果を発動。これ待って、手札足りる、これ俺これ手札なんか、これ儚捨てなあかんってこと、儚捨てなあかんってことですね。これマジで手札足んねえじゃん、やばいかもしれん。で王の棺効果発動、まあこれこうするしかねえのか。いやこれ一応3体いるから、ちょっと待って、これ出してからちょ無限保有あるかどうかちょっと見るしかないか。こうしてまだあったらしょうがな、あな、光んないな、あこれあれ無効系ない、無効系お持ちでない、無効系お持ちでないのであるならばもう召喚ですよ無効系お持ちでないのであるならば2体リリースで召喚ですよ、いけ。うわっ、アルカナフォース21ザ・ワールド効果、コインは当然聖地、うわっ効果発動、よし完璧なニビルケアをしてターンスキップしてある、うおなんだこのゴミゲーム。いやーこれハンド先行欲しかった人生だったな、これ先行欲しかった人生すぎた、これあまりにも。まあ、ちょっと被ってるのがやっぱ砲撃のね、砲撃じゃないや、救いの駆け足めっちゃ強いからさ、このカード手札めっちゃ増えるしね、うらら踏んだりしてくれるし、めっちゃ強いって話あるんだけどさ、ディアベルスターどうぞ。このデッキのいいところはワンチャンをつかみにいけるってことだね、後手でもね、ホルスが入ってると。インフェルノイドデカトロン、何ちょっと待って、わからん、何これ、インフェルノイドデカトロンだと、レベル7のモンスター2体ってこと、なんだこれ、トマホークでもすんのか。レイドラプターズアーセナルファルコン、あレイドラプターズの新規来なかったね、レイドラプターズアーセナルファルコン何、うむ、とりあえず6でもないデッキな可能性結構高えな。いや黒崎旬ムーブかこれ、いやこの黒崎旬ムーブやば、ディアベルスターから黒崎旬ムーブやばい。ちょっと待って、ブラストゼピロスフォースストリックスってこと、ガガガガマジシャンだった、ガガガガマジシャン、なるほど、ガガガガマジシャンの効果、自分の墓地のエクシーズモンスター対象に特殊召喚、なるほど。あーこれ分かったな、これもしかして俺カード発動できなくなるあれこれちょっと待って、これ俺もしかして俺カード発動できなくなるやつですか、やばい、ファントムナイツラウンジやばい、ちょさすがやばいぞ、おい待ってくれ、あやばいかもしれない、マジランクアップマジック、ファントムナイツラウンジがセットされてまして、あデビル君来た、ちょっ
一回さ、ま、とりあえず王の棺発動したいんだけど、なんかある？王の棺発動したいんだけど、なんかある？やばいって、やめようよ、よくないよそういうことするのは。ちょっと、もうゴミやいやって、結局まあもう狩猟が禁止にしません、絡みて禁止になったけど、俺たちには狩猟がいるってこと？なんかまだ俺たちには狩猟がいるってどっかのクソ実況者言ってたけどさ、ちょ、何これ、ガチでおもんないわこのモンスター、ほんまにこいつの効果あんなよマジで、いかれてんだろ。